はい、どうも皆さんこんにちは。今回もぜひ紹介やっていきたいと思います。でですね、今回はキャラクター、久しぶりに使いますね。闇サトシ、闇サトシ採用してまして、まあこれね、闇サトシじゃなくてもなんか良さそうな気もしたんですけど、まあとりあえず闇サトシでやっていきたいと思います。で、ですね、デッキ名こちら、メガロックバルキリオン、こちらでございます。今回こちらを使ってやっていきたいと思います。で、ちょっとね、デッキ枚数がすげえ多いんですけど、なんでかっていうと、あのハリムチの巣窟、これね、自分のデッキの上からカード5枚墓地を送るっていう効果なんですけど、これでね、墓地肥やしを、かなりあの強引にしていくので、デッキ多くしておかないとすぐデッキ切れしちゃうんですね。なので一応あのデッキ24枚になっております。で、ハリムチの巣窟で何を落とすかというと、今回見ていただくと分かる通り岩石族ばっかりなんですよ。ガンマ3枚、ベータ3枚のアルファ3枚なんてね、もう磁石の選手ばっかり出るんですけど、これをね、バンバン落としていって、で、デルタですね、もう基本的にはデルタのこいつの効果の丸2番ですね。このカードが墓地で送られた場合に、磁石の選手デルタ以外のマグネットウォーリアーモンスター3体を除外して、手札もしくはデッキからバルキリオンを特殊召喚できますよと。この人ダルバルキリオンがまあ強いですね。こいつ攻撃力3500のディフェンス3850あるんで、まあ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 かなりの効果力ですよね。こいつを出していく。で、墓地肥やし、かなりするので、デッキ切れしそうで、もうマジでやべえ、デッキ切れして負けそうってなるときは、貪欲な亀、これはまあ自分の墓地のカード5枚を対象として、そのカード5枚をデッキに加え、その後自分のデッキを、から1枚ワンドローという感じなんですけど、これで一応デッキ切れ負けは防いでいくような感じになりますね。で、除外めっちゃします。まずそもそもこのデルタの効果でさっき言ったように除外するでしょ、磁石の選手を。でさらにですね、今回キーカード、これです。これ3積みしてるんですけど、メガロックドラゴン、こいつがめちゃめちゃ使えるんですよ。効果説明していきましょう。自分の墓地の岩石族モンスターを任意の数だけ除外した場合のみ特殊召喚ができますよと。地上召喚ってちなみにできないんですけど、このカードの元々の攻撃力守備力は特殊召喚時に除外した岩石族モンスターの数が700ポイントになる。つまりですね、まあ、5枚ぐらい除外しちゃえば3500でしょ、まあ、6枚で、6、4、4200で7枚除外すれば4900と、つまり7枚ぐらい除外すればアルティメット超えられます。で、このカードを使って、除外して、岩石族をで、ボーンとメガロックドラゴン出して、メガロックドラゴンとバルキリオンでもう高火力でゴリ押ししていくという、そういう戦法になっております。で、かなり除外するので、墓地にね、一回戻して上げたりとかしないと、なかなかメガロックドラゴン2体目とか出せなかったりするんですよ。なので除外したカードは、奇跡の発掘で戻します。除外されている自分のモンスターが5体以上存在する場合に3体を対象としてそのモンスターを墓地に戻すという効果があるんですけど、この奇跡の発掘、これをね、うまく使っていって、除外したら墓地に戻して、でまたさらに除外していくと、まあ、そんなような動きになりますね。で、スキルですね、これ一応ですね、これ負の連鎖採用してるんですが、負の連鎖じゃなくてもいいかもしれない。これちなみに負の連鎖は相手のモンスターが戦闘で破壊された場合にどちらかのプレイヤーのデッキの一番上のカードを墓地に送るって、自分のこれデッキの一番上を墓地に送りたいんですけど、まあね、モンスター破壊しないといけないから、相手のモンスターを。なのでこれね、これじゃなくてもこっちとかでもいいかもしれない。代償とか自分のライフが1000ライフ減るごとに自分のデッキの上一番上のカードを墓地に送るとか、ね、これでもいいかもしれないですね。要は墓地肥やしができれば何でもいいかなというふうに思います。これもね、まあ決まるとめちゃめちゃ楽しいので、これも実際バトルご覧いただければと思いますので、早速メガロックドラゴンの力を見せていきたいと思います。いきましょう、どうぞ。さあ、お待ちの方、リシノさんですね。よろしくお願いします、ユルソンボーイ。どんなデッキなんでしょうか。なるほど、ハリムシ2枚は強いぞ。ハリムシ2枚は強い気がするな、かなり。セットセットからのからのターンエンドで、ドロー、銀幕かで、まあハリムシセットセット、でまあ一応ちょっと磁石の戦士マグネットウォーリアガンマーだけセットしといて、銀幕セットしようか一応ね。でこれでターンエンド、ねハリムシのストークスがまあ強いので、それを見せたい。
で、強欲な亀、連動トラップ、なるほど。なるほど、なるほど、なるほど。連動トラップ、罠デッキ、いでよ。ツインバレル、なるほど。ツインバレルで、それ、それ、それは破壊されてきついよ。破壊されてきついが、危ない、ギリギリ。破壊されない。で、カード伏せる。で、バトルしていく。で、これで殴っていく。で、これ殴れない、ドン。で、入る。ターンエンド。で、ドロー。ガンマ来る。これでじゃあ、ハリムシ、5枚落としましょう。まず5枚落とす。ハリムシ5枚落とす。で、さらにハリムシで5枚落とす。さあ、そろそろマグネットボールや、出た、来た。ベータ、デルタ、デルタの効果、発動。これとこれと、これ、これ除外。ほい、ほい、ほい。で、デッキからマグネットバルキリオン。出てきます。行きましょう。よいしょ。でからの今墓地に岩石族が何枚いるかなんだよな。1枚2枚3枚4枚4枚なら十分でしょ。4枚なら十分。行きましょう。12344枚除外して行け。メガロックドラゴンだ。ほっ、行け。いいぞ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 。で来い強者、行くぞ。バトルだ。これはイタクア系があるかもしれないな。このクリーチャーなんだ。アーポピスの決心、なるほど。レーンドトラップで200食らっていく。なるほど、なるほど。で決心出ていく。来る。ちょっと勝利重いけど。でメインフェーズ続けいいえ。でちょっとこれ銀幕だったとしてもこれ殴れる、大丈夫。1750、1750。エネミーコントローラー、なるほど、なるほど、なるほど。で、横向きされる。で、これは、どうしようかな。これ殴るしかないか。これ殴るしかないな。これ殴る、ダメージ入る。で、これ殴れる。オッケー。で、それは殴れないから、大変と。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。岩石族の力見せていくぞ。やっぱ岩石族火力高いですからね、かなり。カード伏せる。なるほど。さあ、来いと。で、あ、ディスクライダー、なるほどね。ディスクライダー効果発動。で、トラップカード除外していく。で、ガンマー殴ってくる。ガンマーはいっか。とりあえずこれ殴らせよう。で、これで、メガロックとかあの辺り引けねえかな。メガロック除外したっけ？あ、まだ来る。これ何枚いるかだな。あ、でも1枚か。一応ちょっとスキル発動して自分の墓地落としとこう。自分。2枚。今何枚？奇跡の墓どうしたか。2枚か。2枚ね。2枚。で、攻撃表示。で、一応これガンマ消化しましょうか、じゃあ。で、これで、バトル。これはどうしようかな。まずはこっちから殴るか。これから殴ろう。何かあるな。ダメージ入る。これ銀幕臭いぞ。これ銀幕だろ、これ。これ、あ、ダメージ入るんだ。ダメージ入る。で、1300入る。で、最後、ガンマーでダイレクトアタックだ。よし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 。オッケーオッケー。すごい火力でしょ。これがですね、岩石族の力ですよ。対戦、ありがとうございました。さあ、お相手の方、読み君ですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、これはやばい。これマジでやばい。これちょっとハリムシが来ないとマジでやばい。これ実際これあれですね、あの負の連鎖採用してますけど、あのハリムシをあの引きたいのであれば、これバランスとかでもいいかもしれないですね。もしかしたらスキルね、モンスターセット、ちょっとなるある程度そのなんかトラップカードの枚数は調整してね。ガンマセットで、これでターンエンド。要はね、墓地肥やしのスピードがね、ハリムシがあるとすごいスピード速度早まるんですけど、ハリムシが引けないとめちゃくちゃ地味な戦いになるんで、これがですね、非常に辛いところ。なるほど、バトル。まあ、それは突破できない。それは突破できない。これはね、召喚士だから、あれかな、ブルーアイスかあの辺かな。いや、ブラックマジシャンだな。遊戯使ってるし。遊戯使ってるし、ブラックマジシャンだろ。でこれでセットしといて、これターンエンド、うん、こ
これはハリムシが引けないと辛いのと、あと場が埋まってしまったこれ相手下級で、これこのなんか、ま、磁石の選手たちって突破するカード入ってないんじゃないかな。ガールとかね、ガールとか出してくれるとありがたいんですけど、あセット、なるほどなるほど、破壊されたんだろうな多分な。マグネットウォーリアー、なるほど、そういう感じ。ちょっと一回ターンエンドしようか、一旦ターンエンドしようか、カードセットして、でカイバーマン、あーブルーアイズか、そっちね。ってことはディスティニードローなのかな。カイバーマンをリリースしてブルーアイズが出てくる、はい、強いブルーアイズ。この動きめっちゃ強いですよね、多分このセットされてるカンパとかだろうな、おそらく。バトルでドガンやれる、バンバンやられてるぞ。で、あ待って、これあれじゃない、これこいつ特殊召喚できるやん、行こうか特殊召喚、ほいほいほい、でリリースで特殊召喚してからの、あーカンパカンパカンパで、じゃあメガロックドラゴン12345、ほい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 で、ほいで、バトル5ドン通るタエンドいいぞいいぞいいぞ、バルキリオンを餌にしていくスタイルいいぞいいぞ、バルキリオンを餌にしていくスタイルで、オッケーオッケー、いいだろう、よし。そしたら奇跡の発掘行こうか、あいったん、ちょっとスキル発動で、これ岩石像が起きろ、落ちろ岩石像が落ちろ、岩石像が落ちろ、オッケー落ちた、オッケーオッケー、で奇跡の発掘して、でこれこの辺り全部、戻しちゃおうか、これ戻そう、ほいほいほい、で戻す、でメガロックドラゴン1234で特殊召喚2342822800でベータ攻撃表示召喚で、バトル5、はい殴れる、おっとこれ満ちてるか、なんだこれやばいぞ、あー違う違う違う、あれか召喚師の効果が、危ねえ、怖、びっくりしたびっくりしたびっくりした、召喚師の効果発動で、これで何を引いてくるか、これブルーアイズか、まだブルーアイズか、ブルーアイズだな、ブルーアイズで、ただじゃあこのターンで決めないとダメだ、こいつで殴ろう、いける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 、よし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 、いくぜメガロックドラゴンでダイレクトアタック、よし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 、危ない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 、いやほんとね、デュアルルームちょっと活用してるんですけど、皆さんマジで強いんで、めっちゃ負けまくってます、ちなみにはい、大事なのでした、はい、お相手の方バンデルキーさんですね、よろしくお願いします、ジェルソンボーイ、22枚、若干多め、なるほど、これはガンマセットからのターンエンドですね、これね、バルキリオンがですね、こうやってね、2枚持ってきたのに来ちゃうのマジで事故ですこれはマジでやばい、すり替え、なるほど、もうすり替え仕様で、あの仕様変更でね、キースさんがね、5月の末でお亡くなりになられますので、だいぶね、絶滅寸前の、スキルになっておりますけど、ダブルコストン、なるほど、おっと、これはあれか、リボルバー来た、やばいやばいやばい、リボルバー来た、やばい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 、ちょっと効果発動される、やばいやばいやばい、まずいそれは。でそれで決まっていかないんかい、で、普通にシンプルに殴って殺される、なるほど、ドローデルタセットでターンエンド、ちょっとリボルバーつらいですよ、リボルバーさんはつらいです、で効果発動します、でこれを外してくれないときつい、外せ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 、よし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 
1000もらう、銀幕なさそう、デルタの効果発動で、手札からこれとこれとこれ、手札からじゃない、墓地からこれとこれとこれ、マグネットオーレア除外、そしていでよマグネットバルキリオン、でげバトルだ、どうし取った、オッケーナイス、タイムド、いいぞ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 、デルタ活躍してるぞ、でだからタッポベースギャンブラーだな、はい、裏引かせてくれる、ありがとう、ですり替えていく、ほいほいと、オッケー、いいじゃないか、さあ何が来る、ツインバレルか、ツインバレルだなギャンブラーだな、25番引かれるか、発生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 、よし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 、危ない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 、ドロー、オッケー、でスキル発動で、ここで自分の墓地を落とします、よいしょ、まあまあまあいいでしょう、でセット、これで、ベータ攻撃表示、で粘着、なるほど、うまい、粘着していく、でバトルゴードンで、ゴードン、はい、でこれでターンエンド、ねメガロック活躍できませんでしたね、なかなかハリムシからの熱いバレー、さらに来る、やばいやばい、ちょっと形勢逆転される、形勢逆転される、それ当てられると、当てられると、当てていくマジかマジか、バトルバトル、それはダメージサイル、ミラーウォールで相打ちで、ターンエンド、オッケーで、ドローで、ガンマ来る、これ一応ちょっと維持しとくか、じゃあ危ない危ない危ない、でちょっとスキル発動で、自分のデッキを落とすで、ガンマ攻撃表示でバトル5通る、よしよし危ない、いや最後の最後で決められましたけどね、あっぶれはい、大丈夫でした。